これから全国の大都市ツアー、あなた暗くなっちゃった。今回のサードアンマーはやっぱり俺らの夢の1000人キャパということで、やっぱ気合が違いますから、まず来た人を絶対満足させるようなライブにするんで、皆さん楽しみにしていてください。結成からまあ8ヶ月が経って、いろいろなライブとかそういうのを経験していく中で、自分たちのやりたいこととか目的とかが明確になってきたので、自分たちで作り上げるライブっていうのを見せたいです。ファーストワンマンとかはまずなんか王道というか、やっぱり普通にパフォーマンスをして MC でつなげるみたいな、でセカンドワンマンではなんかストリートパフォーマンスがあって、ちょっとした対決とか、ほんと少しの展開だけど、今回サードはストーリー性というか、なんか今までとやっぱり差をつけて、そうスーパードラゴンっていうなんか名前自体が特殊部隊っていうか、どちらかというとなんかなんていうの、戦う系っていうか、なんかストーリーにもつなぎやすいじゃん。設定的にはやっぱサバイバルね、爆発だったら、その爆発した日にタイムスリップして爆発を止めたら未来も変わって、最初はみんな知らなくて桃太郎みたいな、どんどん中から増えていく。ほんと急ピッチになった時に全身全霊をやって、俺らまだ切り抜けるんだから、せっかくなら曲を活かせるみたいな。9人で最初前半やってて、仲間割れを引き起こすようなウイルスがで、1人だけ、わかんない人だった人がいて、いろんな星が出てきて、ううみたいに、なんかさ、森みたいな星もあるし、星を巡っていくみたいな。めっちゃ新しいことどんどん追加しすぎてもごちゃすぎるみたいな、もう本当に新しい展開は本当に一つ二つ、まあ、からストレスを少ない方がいい。うちだけで音楽作ったりとか、お三人とかで本当そういうのにとらわれないで、結構みんなでやる。ただ単にダンスするんじゃなくて、9人のセッションプラスなんか一人ずつ出てくる。もう一個ダンスナンバー。もう一個ダンスナンバー。下からバーン。やばー。一番強いです。ファイヤーがいけばいい。ファイヤーいけばいい。殴り合いそうになった瞬間に曲がなんかベシューンみたいなから始まる曲みたいな。そこからなんか立ち位置にグワーンってなんか動きでそのまま曲のまま前に行っちゃってみたいなだったら。9人もいるからね。なんか面白い動きですね。なんかアクロバットやりたい。本番までにあと1ヶ月くらいあるからできるようにすればいい。